伊藤さん、これは安倍さんの意向が働いたんですね。そうですね、昨日安倍さんね、政治評論家の森田さんなんかとね会談したようなんですけど、はい、その場の話ではですね、女性は甘い女性ではないという話をしてたらしいので、ご本人がですね、はい、その局面の展開を図らなきゃいけないと、下がる支持率をですね、転換するにはやっぱり自分が出て、きっちり説明しないとダメなんだろうということで、総理自らが私が出ますと、いうふうに、国会対策委員長に言ったと、はい、いうことだと思いますけどね。まあ、竹下さんはね、終始慎重論でね、はい、出る必要ないって言ってましたけど、急に変わりましたからね。そうなんですよね。それは総理の意向があったということだと思いますけどね。はい、そうですね。ただ、どうなんでしょうかね、はい、総理出てきて、野党は追及するって言ってますけど。以前の野党はね、社会党の時は爆弾男みたいなのがいてね、新しい事実をポーンと出してきて、それでこう、審議がですね、ぐぐっと深まるっていうところがあったんだけど、今の野党はなんか見てると、新聞だね、週刊誌だねをね、引いてきてるだけなので、パワーはないし、前川さんの先輩でね、いや実はこれはこういうことなんだっていう人も出てきているので、私としてももうちょっとしっかりね、一体何が起きたのかっていうのは知りたいというふうに思ってますけど。